どうも、本日はですね、ランニングのトレーニングでよく行われているランジというトレーニングを実演動画を交えながらあなたにレクチャーさせていただこうと思います。そもそもランジとはどういうトレーニング方法かというと、片方の足を前に出していただいて腰を落として膝を曲げることによって下半身の筋力を鍛えていくようなトレーニングになります。で、僕の今までの動画を見ていただいている方は分かると思うんですが、ランニングにおいて必要な筋肉というのは体を前に推進させていく、お尻の大臀筋という筋肉だったり、ももの後ろのハムストリングスという筋肉がしっかり鍛えていく必要があります。ただですね、実際にランジをやってトレーニングしているあなたは思うと思うんですが、足を前に出して腰を落として膝を曲げると、おそらく太ももの前、大腿四頭筋という太もも前に効いてしまっているのではないかと思います。ランニングにおいてはこの大腿四頭筋という太もも前の筋肉はそんなに鍛えていく必要がないので、今日はですね、よりランニングに特化したお尻とハムストリングス、体を推進させていくための筋肉により刺激が入るようなランジの方法というのを実際の動画でレクチャーさせていただこうと思います。それではどうぞ。はい、それでは、ランニングに特化したランジの方法というのを、ご紹介させていただこうと思いますが、まずは普通のランジをやっていこうと思います。普通のランジはですね、片方の足を前に出していただいて膝を曲げながら腰を下に落としていく。で、元の位置に戻すと、膝を曲げて腰を落として元に戻っていく。これが普通のランジです。で、これ確かにお尻とかももの裏も効いてるんですが、それ以上に結構ももの前が張ってしまっているのが感じられると思います。で、僕がですね、おすすめさせていただいているランニングに特化したランジっていうのを今からやっていこうと思います。同じように片方の足は前に出します。ここまでは同じです。ここから動かす意識が全く違うんですが、股関節を後ろに引いていきます。クリッと、で、後ろに引きながら腰を落としていきます。そうすると、膝も曲がっていくんですが、先ほどの前に出すような、膝を前に出すような曲げ方ではなくて、腰を後ろに引いているので、膝の位置はそんなに前に出ず、そのまま曲がっていくような形ですね。で、ここからお尻の穴を締めるようにしながら股関節を前に出して元の位置に戻していきます。もう一度やっていきます。まずは最初の片方の足を前に出した状態で、お尻を引きながら腰を落としていく。そしてお尻の穴を締めて股関節を前に出すように元の位置に戻す、はい、今度はですね、普通のランジと僕がおすすめしているランジ交互にやっていこうと思います。普通のランジは膝を曲げて腰を落として元に戻す。僕がおすすめしているランジは股関節を後ろに引いて腰を落として、お尻の穴を締めながら腰を前に出して元に戻す。これ実際にやっていただくと分かるんですが、僕がおすすめしているランジをやるとものすごくお尻とかももの後ろに効いてくるのを感じられると思います。ですので、ランニングが速くなりたいという目的でランジのトレーニングを取り入れているあなたは、ぜひ僕のおすすめしているランジを取り入れていただけると、よりお尻そしてももの後ろに効かせることができますので、ぜひ試していただければと思います。ということで、本日も動画をご覧いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。